はい、こんにちは、ザ・ゲーミングチャンネルの春99です。今回ですね、2022年3月にですね、発売予定のボードゲームの中からですね、私のね、おすすめのゲームをピックアップしてご紹介したいというふうに思います。まずね、こちらからですね、フィヨルドですね、新版となっておりますけども、こんなアートワークのね、外見になってますね。フィヨルドですね、もともとはですね、2人用のね、ゲームで昔出ておったんですけども、このね、下まさにね、このフィヨルドっぽい地形がありますよね。こちらのところね、最初お互い出し合っていくんですね。で、これが出し合って終わると、その後ですね、このね、家っぽいものと人っぽいものがあると思うんですけど、家っぽいもののスタート地点を決めておいて、そこからあとはですね、呪術なりにこうね、キャラクターの駒を置いていって、領土のですね、このエリアをね、取り合うと、こういう仕掛けなんですね。なので、最初のところに、もうタイルを置いてる時点で、どこがどういう風な形につながっていくか、どこを拠点にするかっていうのを決めながら置いていくと。置いて終わる前半戦が終わったら、もう後半はガチでそこの取り合いをしていくと、こういうですね、甘いの全くないゲームなんですね。もともとね、さっきほど言いましたね、こちらのね、だいぶね、今とマドワークは全く違いますけども、このバージョンの方で出ていたフィヨルドっていうのが今回新版になったということなんですね。元はね、こんな感じだったんですね。本当の家っぽいものはね、そのままですけどもね、あとの人っぽいところね、こういう丸いコマだったということなんですよね。こんな感じね、だいぶ違いますよね。で、こういう形になってね、今回出ましたということですね。で、これね、ずいぶんですね、2人用のね、アブストラクト系としてですね、非常に名作だというかですね、お好きな方が多くいらっしゃったんですが、長らくですね、流通が途絶えていて、探してる方多かったんですね。で、そこのところですね、新しくなって出直したということと、さすがに2人専用っていうね、ところがですね、今風だとね、そこだけだとちょっときついということだったので、3人、4人というところもですね、プレイが可能になったというのがね、この新しい新版ということになっておりました。ということですね、こちらね、新版のフィヨルドですね、プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が30分から45分、ビジレート7.3、ランキングは15,211。まだね、海外でも全然出回ってませんからね、あくまでご参考ですね。定価が5500円で3月11日発売予定というふうになっておりました。私ね、結構もう旧版好きだったんですよね。旧版の方も実はですね、複数個合体することで、ビッグフィヨルドってね、遊ぶことができますよっていうのがあったんで、私ね、3つぐらい持ってるんですね。っていうことだったので、そのあたりがね、新しいこの新版どうなるかって気になりますし、もともとこれですね、流通が少なかったのはデザイナー方もなくなっていたんですよね。なので今回拡張ルールのところは別のね、システムデザイナーさんの方が入って調整されたということになっているんで、そのあたりのですね、仕上がり具合も気になりますね。お次こそですね、ファイブトライブズ完全日本語版ですね。いやー、これはね、びっくりしましたね。昔ホビージャパンさんだと思いましたけどね、確かね、日本語訳付きのバージョンが流通しておったかと思いますけども、そちらの方がですね、ついに今度は完全日本語版となって出てくるということですね。ブルノカタラさんですよね。こんな風なアートワークになっていまして、ここのね、真ん中のところにあるですね、ここだと 6×7 かな、 6×7 のですね、こういうボードのところに各プレイヤーのコマが置かれていて、ここのところですね、マンカラの要領でね、移動していくんですね。マンカラっていうのはコマを一定数取っていって、例えば3個取ったら1個置いて隣、1個置いて隣、で最後のところに行くみたいなね、つまり自分の駒を置きながら隣のところに移動していく、こういう方式のことを言うわけですけども、アンカラ方式で移動していきながらですね、全体のところですね、さまざまね、どういう効果があるっていうのをいっぱい書いていますんで、そこのところのアクションをしていくと、こういう仕掛けになっていましたね。当時ですね、2014年の作品なんですけどね、ずいぶん人気になっていてですね、私の周りでもファンの方結構多かったんですよね。これ拡張セットも出ておるゲームなんですが、さすがにですね、もう8年も前のゲームになってしまったので、ちょっと入手難だったんですね。で、私もですね、これプレイし損なっていて、いや、原さん、ファイブトライブスやったことないのねってよく言われるね、残念だなと思っておったゲームなんですが、今回ね、そちらのところがですね、日本語版になって出ると。特にね、このマンカラのシステムでね、いい作品ってそんなに数が多くないんですよね。最近だとね、クルセイダーズとかがね、思い浮かびますけども、こちらのところですね、マンカラのですね、非常にいい作品ということなので、今回のね、日本語版ね、注目したいところですね。こちらファイブトライブズ完全日本語版はですね、プレイ人数が2人から4人、プレイ時間が40分から80分、レートは 7.8、ランキングは74位、すごい高いですね。ベスト100入りしてますからね。定価が8800円で3月17日発売予定というふうになっていました。プラスプレイ人数が2人から4人ってね、当時のね、2014年の作品なのでそうかなと思っていたんですが、アークライさんの方のホームページを確認してみたら、発売後にですね、ユーザーサポートに後日掲載予定で、一人用ゲームルールっていうのも新しく出しますと、ウェブの方に公開しますと、それを出せばソロプレイもできますよということもですね、書かれていたので、実質はですね、1人から4人になっているというところもですね、現代風かなという感じですね。
これ当時ね拡張セットもあったんで、そこのところも日本語がどうなるかっていうのは気になりますね。お次こちらですね、ドミノゲームメキシカントレインですね。まあすごいねポップなアートワークになっておりますが、いわゆるドミノゲームをですね、まあルールとですね付属のコンポーネントがついたというバージョンですね、リコレさんが出されますということでございますね。こちら中身こんな感じになってまして、まあもちろんねこのドミノタイルが入っておるわけなんですけども、ドミノタイルプラスこのメキシカントレインってねルールがあるんですけど、まあそれ専用のねこういうタイルがあるんですね。ここ真ん中にこのドミノのタイルを置くんですね。で各プレイヤーが一辺を担当するので、そこにこうつなげれるっていうね、メキシカントレインに対応しているドミノセットで大体これがついてるんですけども、まあ、これが入ってますよと、こういう形になっていました。まあ、ドミノってですね、まあ、結構誤解されがちなんですけどもね、場所いっぱいあるんですよね。何がっていうと、これ数字がですね、何もないのは0で、まあ、1で4で、これピップっていうんですけどね、この丸がね、ピップがね、これ4個だったら4でとかなっているんですが、このメキシカントレインやなんかをプレイしたいときには、9まで欲しいんですよね、ここほら。9ありますよね。なんですけど、国内で流通してるやつは大体6までなんですよね。いうことがあってですね、6までだとね、すごいタイルの数が少ないので、プレイ人数が少ないんですね。で、今回のところはこの9まで入ったって、ダブル9っていうタイルのですね、仕掛けが入ってるんで、かなり大型で、国内ではあんまり出回ってないタイプのドミノっていうことになってるんですね。もちろんザーゲームギャラリーの方でですね、私がね、メキシカントレイン大好きなんで、もう動画の方でもですね、もう紹介していますんで、どういうゲームかなってね、知りたい方はですね、こちらのね、リンク貼っときますんで、ぜひご覧いただきたいというわけでございますけども、これもちょっとね、ちっちゃい、こうね、黒いね、プラスチックのタイルですけども、こういうのが入っていて、プレイできると。まあ、これがさっきのね、かなりしっかりしたボードになっていますんで、プレイしやすいルールが入っているということになっていましたね。今回は拝見すると、このメキシカントレインと、チキンフットとブロックってね、3つのルールが入っていて、もちろんそれ以外のね、ゲームをプレイできますけども、中に入っているルールはその3つが入っていて、まあ、すぐプレイできるということになっていましたね。で、こちらですね、ドミノゲームメキシカントレインですね、プレイ人数が2人から8人、プレイ時間が15分から60分ですね、定価が3800円で3月18日発売予定というふうになっておりました。まあ、ドミノゲームのね、このドミノのセットはね、このダブル9のね、9まで入ってるやつ、この後上だと12とかもあるんですけども、まあ、9まで入ってるやつを持っていれば、相当いろんなゲームが遊べますし、まあ、メキシカントレインとね、チキンフットがあれば、まあ、だいぶね、長いこと遊べますんで、まあ、一つ持っとってもいいんじゃないかなという気がします。ただ、あと注意点として、こちらの方のサイトにも書いてましたけども、このですね、ドミノタイルのところの印刷のちょっとムラがありますということになっていて、まあ、そちらのところはですね、不良品じゃないということなんで、それはね、了承して買ってください。よってことになってました。実際ですね、海外から輸入してもね、もうめちゃめちゃムラあるんですよ。後ろから見ても分かるようなものが山のようにあって、完全にですね、まあ日本人がよく言うピターっとした品質のドミノってないんですよね。なので、まあ、そのところに気になる方っていうのは少なくとも店頭に行って買った方がいいかなという気もしますが、まあ、そういうもんだと思ってねプレイいただけるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして次こちらですね、あの1800ですね。いやー、ついに来ますね。これね、コンピューターゲームバームだったやつですね、今度ボードゲームになりましたということで、マーティン・ウォレスさんのね作品で、2020年に出ていた作品なんですが、いよいよこれが日本語版で出ますよということですね。まあこれね、まあ、非常に変わったゲームなんですね。これ手元の方で自分のところのね、まあ、生産拠点を作っていくところで、まあ、そこのところにまあカードがあって、ここのところいろんな条件が書いてあるわけなんですが、ここに建物をね、どん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 建てていくだけなんですよね。で、奥の方にちらっと見えてますけど、これですよね。まあ、すごい構造が書かれていて、要はこれがですね、テックツリーのようになってるんですね。何着かを作れるようになるには何着かを持っとかないか、何着かを作れるようになるには何着かを持っとかないかって、これもすごいあって、これがここへ立てていくわけですね。で、ポイントになってるのはこれね、乱立して混ざってるんですよね。だから必ず左からずっと立てていけば右が作れるというわけではなくて、A のものは B と C と D に必要とか、E のものはでも B にも必要とかいう、こう、お互いがですね、いろんなものに影響するんですね。あ、これってこっちにもいるんだったみたいなですね、すごい複雑な樹形図が成り立っていて、しかもこれご覧いただけてもわかるように必ずしも人数分ないんですよね。で、ポイントになってるのは他人が作ったテクノロジーも条件が合えば使えるんですよね。こういったことをやり取りしながら手元のところですね、ペケペとペケペタペケペケっていうやつができるようになれば点数になるみたいなカードが大量にあるので、それを作っていくと、まさに手元の方ですね、まあ、テックツリーに応じて手元の生産力を拡大していけば点になると。そしてここで緑、青、赤っていうですね、まあ、こういったキャラクターのコマがありますけども、まあ、こういうのを利用して新しいのを作っていくわけですが、これが時代が変わるにつれてもう緑なんかいらねえよとかね、青は全く足らねえよみたいなことがあったりする、このパワーのかけぷりっていうところと、テックツリーっていうもう本当に2の、まあ、ワレスさんだった
ったらこういうの作るよねみたいなゲームがこのあの1800でした。2021年のねインターナショナルゲーマーズアワードのマルチプレイヤー部門の方でもですねノミネートされた作品なので、まさにゲーマーズ向けの作品と、遊びがないと、全然言語依存なんですね。まさにこのテックツリーを楽しみたいという方にはですね向いてるんじゃないでしょうか。私も出てねすぐプレイさせてもらったんですけども、日本語版出る待とうって言いながらねいつ出るんだとかね言っていたのをですね思い出しますね。これは楽しみですね。こちらの1800はですねプレイ人数2人から4人、プレイ時間は120分、レートは 7.9、 ランクは422で定価が8800円、3月31日発売予定という風になっておりました。これはね待ってた方ね多いんじゃないかなと思いますね。お次こちらですね、いやー来ましたね、アンファゾマブルですね、深淵より来たるものですね。もう待ってましたよ、もう発表がねファンタジーフライトのサイトで私見た時からですね、これは日本語版出してくれというね本当に心底を持っておったわけなんですけども、まあ、各プレイヤーのところでですね、まあ、こういう人の役割カードがあるんですね。これたまたま人間なんですけど、1人ね2枚くれるんですね。で両方とも人間だったら人間ですし、まあ、片方が人間で片方がカルティストだったらですね裏切り者なわけなんですね。あるいはですねそのどっちでもない混合種っていうのもあるわけですけども、各プレイヤーが自分がどういう陣営のところに所属してるかっていうのを秘密裏に教えてもらって、このね船ですね、この船をですね目的地まで持っていかないかんと。ただしこの船はですね、まあこれご覧ください、これ無理でしょうっていうね、こいつがですね襲ってくるわけですね。でしかもですねこれこっちのところゲージがありますけど、まあ、燃料が足らんとかですね、食料が足らんとかですね、乗ってるね乗客が死んじゃうんだとかね、いろんな4つのゲージが、これがどれもゼロにならないように維持しながらですね、まあ、目的地のね港まで行かなくちゃ、こういうことなんですね。で各プレイヤーですね手番でプレイして終わった後ですね、このイベントカードねこれ引くわけですよ。まあこれろくなことの書いてないわけですね。まあここにねこれ母なるハイドラの贈り物とかちらっと見えてますけども、必ずプレイヤーがアクションして終わったら絶対引くんですね。引いたらまあろくでもないことが必ず起きて、それを解決するためには一定のパワーが必要ですと書かれてるわけですね。で一定のパワーなんだっていうと、こういうところに書かれていて、こういう精神力だったりね知識だったりって、まあ、こういうものをこの数字がね一定数になるようにみんなで入札してくださいと、こういうわけなんですよね。ただしこれらのカードはですね自分のアクションの時に使える特殊能力も持ってるんですね。だからこれがなくなってしまうと自分の手番のところにあんまりいいことができないんで、置いときたいんだけど温存してしまうとその船がやられちゃうかもしれない、こういうことなんですね。だからみんな一生懸命出したいんですけど、裏切り者もいるんですよね。全然関係ないカード出すとですね逆にマイナスになって失敗するんですね。こういうですね誰が何を出したかわからんっていう入札システムの中で船がだんだん進んでいくと、走行して進んでいくうちにこのイベントの中で船が進むっていうのがあるので、これが一定の距離まで達した時に船のパラメーターがマイナスになっていなければ勝ちよと、こうなってですね。まあなんですけど、まあこいつらバン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 来るわけですよ。これね本当シャレならないぐらい来るんですね。こういうのを押しのけながらいかに船を維持するかで、これって船ね、船をぶん殴って壊し始めますからね、これも修理しないとこの船沈みますからね。しかも裏切り者がいるっていうね、もうろくでもない状況の中でやる反協力型のゲームだということになっておりました。これは本当に面白いですね。系譜としましてはですね2008年出ましたバトルスターギャラクティカですね、同じファンタジーフライトゲームさんですね。こちらですね元のですね映画とかねドラマを元としたゲームですけども、これがオリジナルになってるんですね。これの今回は続編だということになっておりますが、同じようにですね2014年に出ましたデッドオブウィンターですね、こちらもところですね裏切り者がいるっていう設定になっていて、この要素を非常に色濃く2つとも引いてるわけなんですね。裏切り者がいるかもしれない、そしてそれは誰かもわからないが、一定の感覚で協力していかないと勝てないっていうところをどうやってお互いの腹を探り合うかということがあって、この2008年2014年出ましたこちらの作品の、まあ、久しぶりに出た新作ということになってました。このテレビの、ね、名作ってなかなか出ないんですけども、これは久しぶりの正体陰徳系反協力型ゲームということで期待したいですね。どちらも拡張セットすごいいっぱい出てるんですね。なんでこのアンフォーザマルブルですね、そのあたりも期待したいというふうに思いますが、こちらプレイ人数が3人から6人、プレイ時間が120分から240分、レートは 7.9、 ランクは1006、定価が 13,200円という風になっておりました。2022年の3月下旬発売予定。ただし、こちらですね専門のルートによる発売ということがねホームページ等でこうアナウンスされていたので、一般のところのですねお店の方に並ぶのはちょっとないんじゃないかなということがですね、まあ、考えられますんでですね、気になる方はですねお早めに予約した方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。そして次こちらですねブラジル帝国です。こちらもですね私が最近ねすごい盛り上がってるゲームですけどもね、発売日が近づいてまいりましたね。まあ、こんな感じですね。まあ、ブラジルをテーマにしてですね自分のねこの帝国を作っていこうというゲームなんですが、この手元のところね各プレイヤーボードのところの
アクション選択ですね、 5 プラス2ってなってるところから手番が来たら基本1個選択するだけと。ここが選択して終わったら軍備の増強とか建築とかですね、生産ですとかね、まあそういった基本的な要素をこなしつつだんだん領土を拡大していくと。ただし領土を拡大するだけではダメで、この奥に3枚ほどねありますけども、これが時代1、時代2、時代3って言われるとこの自分の達成条件なんですね。これをいち早く達成していって勝利点を取っていこうっていうところ、非常に大きい比重を秘めているので、簡単にそれだけやるだけでダメですよと、こうなってるところ非常に面白いんですね。まあ、人数によってですね、非常にマップのサイズも違いますし、同時に様々な特殊能力のカードもありまして、これが各時代のね、完了条件になっているものもありますんで、こういったものを組み合わせていきながら、自分のところの帝国をやると。ソロプレイでやるときはね、こういう高ね形のまっすぐのマップもありますんで、一定の単数以内に敵のところの、ね、首都を落とせと、こういうこともあったりします。この大釜戦役っぽいもののアクション選択っていうところと、プエルトリコっぽいですね、この自分のところの生産拠点を作って再生産し、それを使うっていうところ、コンピューター版のシビライゼーションに近いようなこの真ん中のところに自分の兵を派兵していって、そこのところから利益が出るっていう、最近のいいゲームのところをいくつか入れたっていうところの、このブラジル帝国、いやー個人的に非常にヒットでしたね。こちらブラジル帝国ですね、プレイ人数1人から4人、プレイ時間が100分、レートは 8.3、 ランキングは2219位で定価8800円となってました。発売日はまだちょっと決まっていなくて3月中ということでございました。というわけでですね、2022年3月のですね、注目ゲームからですね、こちら6作品をご紹介いたしました。振り返ってみますと、3月の11日にフィヨルドですね、もともと2人用だったやつが4人まででね、拡大されたバージョンということですね。で3月の17日が5トライブス、完全日本語版、2014年に発売された作品がね、ついに日本語版になって出直しますよということで、ね、マンカラゲームに興味がある方は要注目という作品ですね。そして3月18日ですね、ドミノゲームメキシカントレインですね。ドミノゲーム本当にね、国内で売ってるようでですね、ダブルの6しか売ってないですね、6まであるやつしか売ってなくて、本当に9までのやつってなかなか手に入らないので、一家にね、1個あってもね、困らないんじゃないかなと思いますんでね、ドミノゲームに興味がある方はこちら要注目ですね。そして3月31日は、1800ですね、テック釣りですと。テック釣りを心底楽しみたいですと。それがマーティン・ワレスさんの作品ですよっていうことがピンとくる方はですね、これは外してはいけませんね。そして3月下旬はアンフォザマブルですね。こちらの方はですね、もう招待陰徳系の反協力型っていうやつをやってみたいと。本当にね、そんなに名作ないんですよね。バトルスカー・ギャラクティカとデッド・オブ・ウィンターってね、この2作はね、ここのとこまで非常にありますが、ネメシスとよくね、比べられるんですけど、ネメシスはね、やっぱりね、そんなに協力しないんですよね。みんな結構ギズギズしてますよね。私だけ生き残ればいいもんってなってるんですけど、これね、マジで協力しないとね、生きていけないんですよね。なので、どちらかというと、ネメシスはもっと協力量が薄いんですよね。こっちはちゃんと協力しないといけませんよっていう系譜っていうのは、このバトルスター・ギャラクティカとデッド・オブ・ウィンターの方に強く表れているので、そちらの方面を楽しみたいという方はですね、ぜひぜひね、こちらチェックしてみるとよろしいんじゃないかなと思います。そして3月のね、日程決まっていませんけど、ブラジル帝国ですね。いやーこれいいですよね。大釜戦役っぽいね、あのアクション選択っていうところと、この狭い狭い大陸のブラジルのところをね、争っていくっていうところで、久しぶりに出てきたこの手の作品ね、しかも殴り合いっこかちゃいますねんと、時代ですせと、あなたのやってることは時代に合ってますかということがぴったり合わないと勝てないと、このあたりね、バランスがうまくできているというのがですね、非常に面白かったですね。こちら6作品でございました。というわけでですね、2022年3月発売予定のボードゲームの中からですね、私春99のおすすめゲームをピックアップしてご紹介いたしました。ザ・ゲメージャーチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。